2020年9月、日産自動車は突如、新たなフェアレディ Z のプロトタイプを公開した。1969年に発表された初代モデル、S30 型を彷彿とさせるその姿に、世界中のスポーツカーファンの胸は高鳴ったが、日産は期待を裏切らず、翌2021年夏に北米、2022年初頭には日本で市販モデルを発表してみせた。基本骨格を先代と共有するため、新しい形式名こそ持たないが、これこそが実質的な7代目フェアレディ Z だ。この Z にはスポーツカーの伝統と新たな革新がない混ぜになっている。エクステリアは S30 型のロングノースを踏襲しつつも、抑揚の効いたプレスラインや LED ヘッドランプによってモダナイズ、冷却や空力性能においても最新の流儀を身につけた。エンジンは先代の自然吸気を捨て、スカイライン 400R と同じ強心臓 VR30DTT 型3リッター V6 ツインターボを搭載。電動化などにはあえて頼らず、405馬力、6500回転という最高出力と475Nm、48.4kgfm、1600回転から5600回転という最大トルクを絞り出す。トランスミッションは時流に抗うような6速マニュアルとマニュアルモードも備えた9速オートマチックトランスミッションを用意。重量増を懸念してオートマチックトランスミッションはミッションケースをマグネシウム化するなど軽量化にも余念がない。さらに前後ダンパーは応答性に優れたもの、チューブ式、鋭いスタートダッシュを約束するアドバンストローンチアシストコントロールシステムも備えている。これは日産の後輪駆動車初の装備だ。自動運転や電動化によって車が変革を迫られる中、 FR スポーツというロマンは成立するのか。新しいフェアレディ Z はその問いに対する日産からの意思表明なのかもしれない。